ボニー・アンドリ・リブライト社の1919 19年初版、世界を揺るがした10日間は、1917年のロシア10月革命について、アメリカ合衆国のジャーナリストで、社会主義者のジョン・リードが執筆したルポルタージュ作品。リードは10月革命を直接経験した。リードはロシアにいる間に、多くの著名なボリシェビキの指導者を取材した。ジョン・リードはこの本を出版して、 すぐの1920年に死去し、社会主義革命の英雄として、モスクワのクレムリンの壁に埋葬されている。リードは、ロシア革命を取材する間、社会主義者の雑誌である、マッセスの編集を担当していた。リードは真実を書き留める誠実な記者として、ロシア革命を目撃したいと述べていたにもかかわらず、この本の序文にて、私の同情心は決して中立的なものではなかった。 と述べているこの本は私が見てきた歴史を強調した一ピースである。この本では偽りなくありのままにあの11月を説明した。労働者と兵士の代表であったボリシェビキは革命によってロシアの国家権力を手に入れ、権力をソビエトの手に委ねた。ジョンリードリードがロシアに向けて出発する前、 1917年のスパイ活動法が6月15日に可決された。スパイ活動法は、兵士の募集を妨げるものは無条件に投獄でき、反戦感情を助長するような新聞や雑誌を郵送することを禁じる法律であった。アメリカ合衆国郵便公社はこの法律を満たさない、郵便者は配送を拒否する権利が与えられ、 基準を満たさない雑誌は郵送することができなかったので公的な出版物とみなされなくなった。このためマッセスは1917年の秋にアメリカ合衆国連邦政府による出版の差し止めを余儀なくされた。1917年秋は第一次世界大戦を背景とした雑誌制作の変更が拒絶された後であった。解放者は マックス・イーストマンと姉妹の個人の運営によって創設されたが、解放者はリードのロシア革命に関する記事を載せていた。このような雑誌の存続のための努力の中で、イーストマンは自身の見解について徐々に妥協するようになった。ロシアを経って1918年の4月に、ノルウェーのクリスチャニアから北に着く中、2月23日以来、アメリカが州国国務省によって、 アメリカに旅立つことか、ロシアに戻ることのどちらかを禁止された。リードのトランクの中の革命に関する記事やノートは税関の職員によって取り上げられた。税関の職員はリードが過去8ヶ月の間にロシアでどのような活動を行っていたのか4時間ほど尋問した。マイク・ゴールドはリードがマンハッタンに到着したことを目撃しており、 法務省の職員の群れが彼から服や荷物を剥ぎ取り、彼を激しく尋問していた。リードは船の中で食中毒になっていた。この尋問は苦痛なものであったと振り返っている。1918年の真夏に自宅に帰るまでの間、リードは革命の鮮明な印象が徐々に消えていくことを心配しており、政府によって取り上げられて、 返却を拒否された新聞を取り返すことに苦戦した。リードは7ヶ月後の11月まで資料を取り戻すことができなかった。リードが本を書くために一人でいる間、マックス・イーストマンはシェリダンスクエアの中央でジョン・リードとの会談を思い起こした。彼は世界を揺るがした10日間を昼夜を問わず10日以上書き続けている。彼は、やつれて、髭も剃らず、肌は、 油切って全く寝ていなかったので彼の姿は反響乱で顔はジャガイモのようで夜の作業が終わるとコーヒー一杯のために降りてきた。マックス、私が所在を誰にも言わないでくれ。私は今ロシア革命の本を書いている。僕は全てのビラと新聞をロシア語の辞書を使って小さな部屋に並べて昼夜通して働いている。 私はすでに36時間の間眠っていないが、2週間以内にこの仕事をすべて終える。そしてこの本をこのように命名する世界を揺るがした10日間と、さようなら、私はまたコーヒーを飲んで仕事を続けるので私が所在を誰にも話さないでくれ。私が彼の状態を強調していると思いますか彼が小さな部屋で、 あまりよくわからない言語で書かれた新聞を天井にまで積み上げて小さく使い古した辞書と記憶と権利を手に入れるための決意と見事な想像力でに3週間で書き上げた作品と比べてアメリカ文学にはあまり優れた功績がない。しかし私が今何よりも言いたいことはあの朝の彼の喜びに満ちた狂気の目である。彼は偉大な本を書き上げた。 そして彼はこの本をこのように名付けた。世界を揺るがした10日間と、世界を揺るがした10日間は1919 19年に出版されてから賛否両論、様々な反応を持って受け取られた。しかしこの本は最初に出版された当時、一部の批判家はリードの政治的信念に反する批判を行ったが、全体的に好意的な評価を受けた。アメリカの外交官、 歴史家で封じ込め政策の父として知られるジョージ・ケナンは共産主義に共感しなかったにもかかわらず、この本を称賛して次のように述べている。リードによるロシア革命の説明は文学の力と洞察力と詳細についての展望によってこの時代を記録し、この出来事を忘れた時あらゆる人に思い出させるだろう。ケナンは眩しいほどの誠意と、 純粋な理想主義は想定外のアメリカ社会からの信用を勝ち取り、リード自身はこの利点を理解しなかったものの、結果として、この信用がリードを守ったとみなしている。1999年3月1日、ニューヨークタイムズ紙は、ニューヨーク大学のジャーナリスト作品ランキング100位の中で、世界を揺るがした10日間を7位に上げている。 ミッチェル・ステファンズはこのランキングの編集長であったが、以下のようにこの判定の理由を説明している。このリストの第7位にある1917年のロシアで起きた10月革命について報じたジョン・リードの著作、世界を揺るがした10日間は最も大きな論争を巻き起こすかもしれない。リードは党派心が強いという保守派からの批判があるのは確かだ。 歴史家ならより良い作品ができたかもしれないことにも同意する。しかし20世紀で最も重要な出来事にリードは直面し、それを書いた。著作で取り扱った出来事の重要さは我々の先行の重要な指標となった。しかし全ての評価が肯定的ではなかった。ヨシフ・スターリンは1924年にリードはトローツキーに関して誤解を招いていると主張した。 この本は、赤軍の創設者であるトロツキーについてレーニンと共同で革命を導いたとみなし、スターリンについては二度しか言及していない。スターリンの言及の一度目は、リストの中に名前が列挙されているだけであり、レーニンとトロツキーは、国際的にも著名な革命家であったが、他のメンバーの活動については事実上知られてなかった。ロシア人作家のルイバコフ・アナトーリーは、 スターリン体制下のソ連で世界を揺るがした10日間が出版禁止となった経緯を詳細に述べている。主な仕事は社会主義者の強力な体制を築くことであった。そのため強固な権力が必要だった。スターリンはレーニンと共に権力に頂点にいた。レーニンと共に彼は10月革命を導いたのだ。ジョン・リードは10月革命の歴史と違ったことを述べている。 そのためジョン・リードは我々には必要ない。スターリンの死後にこの本は再出版されることが許された。2000年に保守主義の研究機関である ISI はホームページに世界を揺るがした10日間を20世紀のワーストブックランキング50位で記載した。この本が最初に出版された後、リードは1919 19年の秋にロシアに戻り、 レーニンがこの本を読む時間を取ったと知り、大喜びした。さらにレーニンはこの本の書評を書くことに同意し、ボニー・アンド・リブライト社による1922年版からは以下の文章が載せられた。私は注意深く最大の関心を持って、ジョン・リードの著作、世界を揺るがした十日間を読んだ。私はこの著作を無条件に全世界の労働者に推薦する。この本は、 すべての言語に翻訳され、何百万部も出版されるべきである。この本の内容は真実であり、最も鮮明に、プロレタリア革命とプロレタリア独裁の実態を包括している非常に重要な解説である。これらの問題は広く、賛否を議論されてきたが、彼は自身の決断の重要性を理解している。ジョン・リードの著作は、国際労働運動の原理的な問題の疑問を、 時明かす助けになることに疑いの余地はない。ウラージーミル・レーニン。1919年末、ジョージ・オーウェルが小説、動物農場の紹介として書いた報道の自由の中で、オーウェルは、イギリス共産党は、レーニンの紹介とトロツキーへの言及を省略した版を出版していると批判した。ロシア革命の最初の目撃談である、世界を揺るがした十日間の作者、 ジョンリードの死によってこの本の著作権はイギリス共産党の手に渡った。イギリス共産党はこの本を後世に残すと私は信じている。数年後イギリスの共産主義者はこの本の原版を完全に破壊し、例人によるこの本の紹介とトロツキーの言及を削除し、原版から大きく歪められた版が出版された。1928年には、 セルゲイ・ゼンシュテインによってこの本が映画化された。1967年にオーソン・ウェルズによって同タイトルでリメイクされた作品がグラナダのテレビ局によって放送された。ジョン・リード自身の功績とこの本の一部は1981年にウォーレン・ベーティによってレッツとして映画化された。1982年にソ連の映画監督 セルゲイ・ボンダルチュークが制作した赤い金に大きな影響を与えた。共産主義者の映画脚本家であるレスター・コールに1946年の作品東京スパイ大作戦ではジェームズ・キャグニーとシルビア・シドニーが演じる二人の登場人物が作中で10日間かかる計画を共に立てている時に世界を揺るがす10日間というセリフを言う場面がある。 日本語版のタイトルは翻訳者や版元によってバリエーションが存在する。ありがとうございます。